私は優しくなりたいと思って、日々怒りを抑えて素敵な人になろうと思っても、ついついカチンときたら感情的になってしまうし、それに成功してる人を見るとなんだか羨ましくなってしまっている自分がいるんです。そんな自分がわからなくて、どっちが自分なんでしょう。こういう相談者意外と多いです。さて、ある時にお天道様に雷の坊やが訪ねました。お天道様、ピカピカした天気の日と、ザーザー降る雨の日と、そして嵐の日もあるじゃない？どっちがお天道様の本当の姿なの？お天道様は答えました。どれも私の姿だよ。だから私はいつも自分に飽きなくて楽しめるのさ。あなたはそんなに自分に早く飽きたいですか？